はいどうも、MC ストーンです。あ、そう、なんかクラブとかでよくあのステッカーもらったり、アーティストのステッカーもらったりするんですけども、ことってありますよね。だけど俺あんまりパソコンにステッカーを貼るタイプの人間じゃないんで、どこに貼ろうかなとかってね、携帯に貼ったりだとか、あとは何、まあ、あとは何、携帯ケースの間に挟んでおいたりとか、枠をこう切ってこうちゃんとした形にするとかもいろいろ結構やるんだけど、最近は、これが一番俺はいいかなっていうのをやってるので、それを紹介したいと思います。はい、まずはステッカーを用意、もらったステッカー、まあ今回はちょっとハードコアビーバーミックスのステッカーが最後の1枚があったんで、これにしたいと思います。で、まあ家にね、よくある貼ってあるとか、ポストにね打ち込まれてる、まあ興味ねえよっていうだけど、まあとりあえずまあ捨てるのももったいないから貼っとくかっていう、このマグネット広告のマグネットを使ってやっていきたいと思います。まずはこれを抜いて、これをキュリンチョして、ここにバチッと貼っていく。お、サイズがいい感じだ。で、これ貼ったらハサミでこう、どうしようかな、ちょっと角丸くしよう。まあまずここで、ちょっと下手ですね。まあいいや、後で補正する。ここもすぐ消えます。簡単に消えます。でチョキチョキしたら、ちょっとまだ不格好なんでね。でもここをなんか俺的には丸くしたいから、できるかわかんないけど、で、ここもはみ出てるところもなるべく綺麗に切っちゃう。ちょっとえぐれたけど、お、食べない。で、ここもなんかな、ちょっとこれだけ切って、そしたらもで、ここもここはみ出てる。ではい、完成。これでステッカーを、ステッカー余っちゃう問題を俺はたまに解消しています。メロリンチョ、今までの作品も見てもらいましょう。はい、これが今作った、完成したやつですね。ちょっとね、角が不格好なんだけど、その分なんかこうせり上がってるように見えます。逆にいいかも。これは WR のやつで作ったやつですね。あとはこのロックアップで作ったりとか、キックベースと、WR ウィークエンドレバーズのコラボした時の、去年の正月のあのステッカーですね。あとは普通にキックベースのオプチ&クワガタ MC ステッカーとか、まあ、ギミックのステッカーとか、これはレイバーズユナイテッドのステッカーとか、あとこれ限定の WR のステッカーとか、まあこのモグラキケルはこれはもう本当のただのモノ本のマグネットですね。あとこれが猫です。猫ちゃん、はい、ということでね、こうやってこんなにね、マグネットにすることによって、にぎやかな、冷蔵庫ライフが送れるということですね。ということで今回は、まあ、Vlog っていうかこう DIY 動画をやってみました。ステッカーね、まあ、パソコンにある人はパソコンに貼っちゃって全然あのかっこいいと思うんですけど、僕は結構パソコンを綺麗に保ちたい派の人間だったので、
まあ、携帯にも貼ってたり、携帯は確かにモグレイブのステッカー貼ってたり、あとまあドゥースラのステッカー貼ってたりしてたんですけど、どうしてもね何枚ももらった時に余っちゃうのももったいないので、あと結構マグネットが好きなんですよね。ご当地マグネット結構買ってるんで、それのね延長線でマグネットでこう賑やかに冷蔵庫をしていこうかなみたいな感じです。マグネットね意外と便利なんで、こんな風に使ってみるのはいかがでしょうかということで、バイバーイ。さあ、ここから拳上げるだけだ、OK。 在宅で